ナックルヘッドのハッピーマンデーエンタメアワー。今夜も始まりました、ナックルヘッドのハッピーマンデーエンタメアワー。パーソナリティはアコースティック音楽ユニットナックルヘッドのボーカル永瀬と鍵盤としえでお送りいたします。月曜夜のハッピータイムは手作りの器で美味しいご飯、中央通り昭和の街の大黒屋食堂とエンターテインメントを発信するオフィススパークルの協力で FM88.7MHz ラジオ川越からお届けいたします。改めましてこんばんは。こんばんは。途中今日のゲストをちょっと紹介してよ。はい、今回のゲストは先月大黒屋食堂で行われた歌物語に出演されたローチさん。毎回毎回演奏を聴いて私号泣しちゃうんです。その泣いちゃう話は置いといて、はい、ローチさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあちょっとあの自己紹介からお願いできますか。自己紹介、はい、主に東京を中心に、ギター弾き語りでライブしてます、シンガーソングライターと言ってますローチです。はい、ローチさんは川越出身ですね、はい、そうですね。わあ、何か川越の思い出とかありますか。川越の思い出、はい、もう小中、40年ぐらい川越だったんで、はい、大概の思い出は川越なんですけど。あ、生まれも川越。いや、生まれは違うんですよ、はい、登場性をもうちょっと遡った、はい、大山とか常盤台とかそこら辺を転々として、はい、で小学校1年生の時に川越に越してきた。あ、じゃあ幼少の頃の思い出はほとんど川越って感じですね。そうですね、はい、川越でどういう思い出がありますか。深い思い出これだっていう音楽と関係ないじゃん。いや、音楽に絡めるとやっぱりそう、あのこの前のライブでも MC とかで言ったんですけど、はい、やっぱなくなってるんですよ、その音楽のまつわるお店が、はいはい、例えば G7 っていうレンタルの貸しレコードやってるのが昔あって、レコードなんかお金なくて買えないから、はい、そこにいつも通ってレコード借りてきては録音して、レコード借りてきては録音してとかやったりとか、あとよく行ったレコード屋さんもなくなってたりとか、でも本当なんか今の時代本当にレコード屋さんっていうかね、 CD 屋さんもそうなんだけど本当潰れてますよね。そうですよね、うん、何でもなんか今ねほらダウンロードできちゃうからね、簡単にポチッと押しちゃえばね、まあそうだね、うん、それもそれでちょっと寂しい時代だなと思いますよ、うん、やっぱりねジャケットね、ありきでなんか、うんうん、そういうものをなんていうかな、あ、これちょっとこのジャケットの曲聴いてみたいなとかそういうのってあったわけじゃないですか。ジャケ買いとかありましたもんね、うんうん、そういう時代じゃなくなっちゃったのかなって、うん、まあね、思ったりしますよ。そうだね、うん、ローチさんは大黒屋さんとはどのぐらいのお付き合いなんですか。ここ何年か、うん、ドルタ&シャーミンさんという音楽ユニットの方々に誘っていただいて、ライブをさせてもらうようになって、はい、それがきっかけで。あ、音楽食堂ですね、はい、うん、みんなそうだよ。ドルタンシャーミン、ドルタンシャーミン、ね、ドルタンシャーミン、ね、聞いてますかドルタンシャーミンさん。今度ラジオ川越に2人で遊び来てくださいよ。本当そうですよ。よろしくお願いしますね。ねえ、ねえ、本当ね、うん、だからそれからいろんな輪がつながってて。そうですね、こっちの方も本当そうですね、うん、本当ね、そういうふうに思いますよ、うん。あの音楽を始めたきっかけっていうのは。きっかけはずっとコピー版とかで遊んでたんですよ。うん、でバイト先の先輩にこの弾き語りをやってる人がいて、はい、ちょうどその頃ボブ・ディランとか聴いてて、これアコギ1本でもできるかなって感じですごいオーディションを受けに行って、で最初散々な目にあって、
もう足がガタガタ震えて本当に、もうとっちらかっちゃっても全然何もできなくて。え、コピー版のオーディションですか？いや、コピー版をやってたんだけど、はい、その弾き語りをやってる人がいて、俺もやってみようかなと思って、うんうんうん、でそのライブハウスの、はい、当時渋谷にあったアピアっていうライブハウスなんですけど、はい、でオーディション受けたらもう何にもできなくてでも合格ですって言われて、あ、すごい。そうだからこれが毎月続くのかって思ったら本当に。あ、でもじゃあアピアさん今でも出ますよね、出演されてますよね。最近はあんま出ないですね。うん、でもすごい長いですよね。今もう移転してですよね、学芸大学の方に、そうなんでね、移転しちゃったんだよね。うん、うん、俺はどっちかっていうと移転してほしくなかったなって感じはするんだけど、それで、最初はどういう音楽を？最初からやっぱりオリジナルでしたね。あ、そうなんですね。ブルースですか？そう、家でシコシコ練習して、あ、すごい。こう教則ビデオとか見ながら、はいはい、こうやって見ながらコピーでコピーしてやれることだけやるみたいな。あ、へえ、渋いんだよねローチの、ね。うん、いや、ああいうブルースっていうかね、ちょっとカントリーも入りつつのっていう感じのブルースっていうのがすごく俺の中で結構印象的に残るっていうかね。うん、本当ね、うん、そしてなんかいきなりなんかフォークっぽいんじゃないけど、なんか心ある、本当なんか詩に意味があるよっていう歌をいきなり歌い出したりっていうか、うん、俺的には結構ショッキングなんだよね、曲のそのライブの流れっていうのがすごく、歌詞がね、うん、すごい、うん、ぐさっとくるんだよね。 そう、うん、うわ、こう来たかっていう感じが泣かせるんですよね、うん、ぐさっとくるんですよ、うん、あんまりね、私はねブルースはそんなに好きじゃないんですけど、ローチのすごくいいね、うんうん、だからね、まあね、ブルースっていうのはね、俺の中のねカテゴリーの中で、あのブルースっていうのは3コードをただ弾くのがブルースではないと俺は思ってるんですよ。ブルースっていうのは一つの生き様なんですよ、うん、そうだね、うん、人生っていうかね、それを感じないとやっぱり、うん、あのなんだろう、うん、気持ちに伝わるものがないっていうか、うん、何でも音楽ってそうじゃないですか、うんうん、そこが俺は大事だと思うんですよ、はい、うん、では俺的に思います。なんだかなんか音楽談義になっちゃってるよ。いやいや、ラジオ番組で。そしてですね、あのちょっと再度あのお礼とお詫びさせていただきます、はい、あのこの前ね、あの川越の音楽食堂、あ、大黒屋食堂ですね、で、あの歌物語ツアーというのをナックルヘッドとしてここにあのお手伝いさせていただきました。そしてあの、まあ、SNS 上でライブ告知もさせていただいて、あのおかげさまでソールドアウトにはなったんです、はい、あの、うん、それは本当にありがとうございます、はい、ただ あまりにも問い合わせが多すぎて、俺自身対応できませんでした、正直。あ、全員にね、うん、そんでキャンセルとかもちょっと若干出ちゃったんですけども、うん、それに対するキャンセル あの追加公演っていうのもなかなか難しいことになっちゃって、はい、本当大変に申し訳ないなって思ってます。そしてあのソールドアウトになったことも本当にありがとうございます、はい、ロシさんも、ね、はい、ありがとうございます。本当にありがたいですね。ね、本当皆様のおかげです。本当すごいすごい問い合わせだったんですよ、うん、対応できなかったんです、はっきり言って。なんかね、急に、うん、急にバーって入ってきちゃって、あのまこちゃん大騒ぎしてました。なんか俺もう無理だよ、対応できねえよって、うん、いや本当ね、あのライブの、あのその大黒屋食堂の週やるライブの週ですね、あのひどい時はあの本当にあの10分とかね、15分おきぐらいに問い合わせが来たんですよ、あのライブは。そのぐらいすごくあのいろんな人から問い合わせが来て、本当正直驚いてるんですよ。だけど本当申し訳なくて、あのソールドアウトになってしまいましたっていうのを
あの毎回毎回言うっていうのもすごく心苦しくて、あだって一人一人行きたい行きたいってすごいんですもん。まあそうですね。なんとか行けませんか。それに対してなんほらやっぱり上限があるわけじゃないですか、はい、うん、このこんな時期ですからね、うん、その上限に対してあのイエスとは言えないんですよねやっぱり、うん、それが本当なんか俺の中でちょっと、うん、気持ちが、はい、うん、重いなと思いました、うん、まあ、皆さんね本当にありがとうございました、ね、そしてですねローチさんの曲を1曲目流したいと思います。じゃあ曲紹介よろしくお願いします、はい、アルバムダスト13から She Belongs To Me という曲をお聴きください。おかけしたリクエスト曲は著作権の関係でアーカイブでは省略させていただきます。ナックルヘッド最新作トリビト、心の底に染み入る曲で涙を流し、小さな光を心に灯す。思い出話をいっぱいポッケに詰め込んで、ナックルヘッドトリビト Now on sale。やっぱり染みるね。そうだね、本当ね、うん、なんかねちょっとね雑談もしたんですけど、はい、あのなんかレコーディングのなんかなんていうの撮り方の、ね、ことをちょっと聞かせてもらったんですけどねこだわりがあるなととてもねちょっとねあの、はい、ちょっと聞きたいなと思ったのは、はい、どんな時に歌詞が生まれてきますか。いやなかなかこれが生まれないから困ってるところなんですよ本当に。曲が先ですか。曲が先ですね。曲が先ですか、はい、あいやでも歌詞ねどの歌詞もすごいなんかこうグッとくるよね。うん本当くるんだよね。うん、もうね、うん、なんていうの歌詞が先にできるっていうもしも言ったとしたら俺に歌詞ちょうだいっていやこっちが欲しいくらいですよ本当にそう思っちゃいます、ね、本当に歌詞がつかないまま何年も経ってるような曲いっぱいありますからね。ああ、そうなんですね。なんか2パターンありますよね、はい、あ2パターン3つぐらいあるのか同時にできるって人とね、うんうん、うん。でもやっぱり歌詞がなかなかって人も結構多いよね。はい皆様ラジオお聞きの皆様、はい、歌詞募集しておりますのでナックルヘッドとローチよろしくお願いいたします。いやそれはどうか厳しいまあもちろん古いはありますねはい、ですねメッセージが来てます。はい、はい、こんばんは。いつも楽しく番組を拝聴しています。春日部在住のスツーカです。ゲストのローチさん歌声が特徴的で渋い。ステージドリンクに秘密がありそうですね。そうなんですか。いやそうちょっと言えないですね。ああ内緒なんですね秘密なんですステージドリンク洋楽のカバーがライブでは盛り上がるようですが個人的にはローチさんの歌声を生かしたブルースがかっこいいと思っています。 ありがとうございます。ゆうぞうさんのエレキギターとの相性もとても良いですね。おギターが昔のギターとは異なるタイプの音色ですがギターへのこだわりとか教えていただければ幸いです。あーなるほど。ギターのこだわり。こだわり、はい、今使ってるのってあハミングバードですね。もうどのぐらい使ってるんですか。あれは買ったらもうすごい昔で、それこそライブをやる始める前ぐらいから持ってたのでもう20年ぐらい持ってるんですよ。でもすごい綺麗ですよね。そうですね状態はすごく良くて、実際に、まあ、最初のうちはこうサブギターみたいな感じだったんですか。そうマイクもついてなくて、はいはい、ただこうおこれはキースが持ってたギターだってとか思いながらこうなるほど、ね、眺めたりちょっと聴いてみたりしたんですけど、はいはい、でライブをやるようになってマイクをつけたりとか、はい、いろいろして使うようになったんですよね。あのあれですか
1本ですかやっぱり。いやでそれがこうフレットが減っちゃって、はいはい、ちょっとビビるようになってきたんで、うん、もう1本あった方がいいだろうっつって、一時期 F ホールの L48 っていう、ギターを使ってて、はいはい、で最近またハミングバードを直して、フレットを打ち直して、はい、弾いてみたら、はい、なかなか調子よくてまた戻したっていう、うんうんうん、そんな感じですね。あじゃあ2本そうですね、一時期もう1本高峰とかも使ってましたけど、あ高峰いいじゃないですか、ね、で高峰ね正直なんかロイさん似合わなそうっすよね。何ですかそれ。やっぱ勝手がいいんですよね、あれよくできてて、エラー専用だし、うんうん、そうなんですよね。でマイクがぶっ壊れて、はい、高峰持ってったら、はい、もうや作ってませんって言われちゃって、そうそうそう、うん、でもお蔵入りになっちゃって家で弾くぐらいですね今は。あもったいない、もったいないな。だけどあの高峰ってあれなんですよね、あのすごいピックアップとかの性能がめちゃくちゃいいんですよね、うんうん、そこがなんていうかな、あのお蔵入りになっちゃうと他のピックアップ使っちゃうとまたう、ねうん、変わっちゃうしっていう結構微妙なメーカーなんですよ。うん、うん、でもまあなかなか売ってないよね、うん、高峰のあの欲しいやつね、うん、大きいやつ俺も探してたんですよ、うん、高峰のプロトタイプを、うんプロタイプ、うんうん、探してたんだけどとうとう出ませんでした。ない誰かお持ちの方がいたらまこちゃんまで。そしてですね、あのローチさん、はい、あの東北とかにもよくツアー出られますよね。ああそう、あのこの前その大黒屋食堂で、はい、ご一緒させていただいた鬼平さん、はい、と一緒に鬼平さんがいろいろブッキングしてくれて、はい、秋田とか山形とか、うん、あと盛岡とか、はい、なんか地方の方でもかなり人気があると聞かされましたけど、あるでしょうね。お客さんつくと思いますよ、ね、盛岡 の、ね、あのライブバーのマスターがすごくローチさんのことお気に入りだ、はい、あもう長い付き合いですね。あそうなんですね、そうなんですね、曽我さんとは、そしてあのちょっと風の噂で聞いたんですけど、はい、あのストリートスライダーズの人とあの演奏してるあの CD も俺持ってるんですけど、あライブのやつですね、ズズさんとあとベースのあれ誰でしたっけ、ジェームスさん、ジェームスさん、うん、あ出会いはどういう出会いだったんですか。出会いはですね、下北沢のライブバーみたいなところで、はい、まず友達がそこで働いてて、しかも知り合いが一緒に共演すると、はいはい、これは行ってもしかしたら握手してもらえるかもしれない、はい、一緒に写真撮ってもらえるかもしれないと思って行ったんですよ、はい、でその時も自分はライブ活動してたので、はい、自分はスライダーズを聞いて、はい、こんな音楽をやってますありがとうございましたっていうそういうなんかこう、うん感謝の気持ちというか、はい、そういうのを伝えるためにその音源をも一緒に持ってって、握手してもらって、はい、写真撮ってもらって、うんうん、イエーイって感じだったんですけど、そして後日ジェームさんから連絡があって、はい、ライブ見に来てくれたんですよ、渋谷のアピアに。それすごいじゃないですか。すごいですね。もう訳が分かんなかったですね当時は、本当にもうあのオーディションどころじゃなかったんじゃないですか、もう現実味がまるでなかったですね。うわなんか私だったらもう緊張しちゃって緊張しちゃって仕方がないような気がする演奏がふわ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 しちゃう。そうですね、だってね、そういう巨匠が来るともうなんかすごい大きいオーラがなんかもう遠くからなんか感じるっていうか、なんかすげえ人が来てるぞもしかしてっていうような、はい、でその後にライブが終わった後に何かお声がかかった感じ、よかったらサポートしますよみたいな形になって、でこうそこから月1回とか何本か一緒にやるようになってって感じですね、あそうなんですね、素晴らしい。じゃあ九州の方とかも行かれて。そうですね、九州はまた別に呼んでくれる人がいて、はい、でここ何年かずっと前座を務めつつ回るみたいなことをやらせていただいてます。すごい、正直言います、はい、めちゃくちゃ羨ましいです。それは実力がもう本当にタイミングと運ですね。いやそのタイミングと運っていうのは、うん、なかなか人にはやっぱり回ってこないんですよ、うん、平等には、やっぱり
そのタイミングと運をつかみ取れる人っていうのは、うん、やっぱりそれ相応のものを持ってるからだと俺は思ってるんですよね、うんうん、そこが俺はなんていうかな、やっぱり、うん、肝に銘じるっていうか俺自身も、うん、そういう運とかそういうものっていうのはそんな平等には来ないものなんですよ、うんうん、って俺は思いますよ。まあ縁とかね、もうやっぱりそういう流れなんでしょうねとは思いますね、うん、いろんな人とつながる、そう、もともともうシナリオとして、うん、人生のシナリオとしてもう、うん、確実にそういうのがね、つながるようになってるんじゃないかと思ったりもしますね、うん、そうですよ、うん、でちょっと聞きたいのは、はい、ツアーに行った時の珍事件、はい、珍事件、はい、やっぱり東北とか行くと鬼平さんと回ったりとかして楽しいじゃないですか、はい、夜とか飲んじゃうわけですよ、ワインとかたくさん飲んで、うん、夜中に買い出しもう一回行っちゃったりとかして聞きました、鬼平さんところにお泊まりに行くときは、飲み物だけは自分で買ってこいと言うぐらいすごい飲むんだよって言ってましたね。それでも次の日全然抜けなくて二人で必死に風呂入って汗かいてあと甘いものもお好きだっていうんで、ああもうたくさん食べます、ね、甘いものを置いとくと全部食べられちゃうからってそれはどうかないやこの前大黒屋さんに差し入れで鬼平さんがいつもチョコレートチョコレートって言うからチョコレート持ってったんです、はい、で一応2つあげて、したらうん、ローチも甘いもの好きだけど2つ置いとくと全部食べちゃいそうだから1個ずつにちゃんと分担して分けてから渡そうって。確かに分かれてましたね、うん、そうそんなことあったんだ。 それは俺知らなかったな。ローチは気がつくと全部食べてるからって言ってましたね。あ、そうなんだ。の俺が見えてないところでそういうことが起きてるんですね、うん、そうそう、そんな話をしててね、はい、何でも飲むんですか？ん？お酒は何でも飲むんですか？そうですね、特に嫌いなものはないですね。あ、一番好んで飲むのは、まあ、ビールと芋焼酎ですね。あ、ワインじゃないんですね。ワインじゃないですねワインはめったに飲まないですね。あ、なるほどね。俺はね、ビール飲んでね、うん、俺のことは聞いてないけどね、うん、そうそうそう、ビールとね、ちょっと気持ちよくなると、うん、日本酒ですね、うん、まあそれはそうとして、はい、おまけの話でした。はい、おまけでしたね。じゃあそろそろですね、はい、しつうかさんから のリクエスト曲を流したいと思います、はい、ローチさん、はい、曲紹介よろしくお願いします、はい、なかなか渋いリクエストです、砂嵐です。聞いてください。おかけしたリクエスト曲は著作権の関係でアーカイブでは省略させていただきます。ナックルヘッド最新作トリビト、心の底に染み入る曲で涙を流し、小さな光を心に灯す。小さな光でもナックルヘッド鳥人 Now on sale。 はい、ここでメッセージがナックルヘッドの番組に来てますのでご紹介したいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ミッキーさんから、はい、ありがとうございます。こんにちは、ナックルヘッドさんのハッピーマンデーは毎回聞かせていただいてますが、川越にはまだまだ有名人います。いますか？はい、いますね。女子ゴルフの樋口久子さん、樋口久子さん、はい、はい、演劇の市村さん、市村さん、はい、はい、市会議員で落語家で真打ちの三遊亭総理さん、ね、総理さん、はい、で個人的には総理さんの選挙の時にお手伝いしたことがあるということと、あと市村さんですね、演劇の市村さんは高校の1年先輩だったということですね。おろろろ、はい、ですね、ミッキーさん、私たちも前にウエスタで屋根の上のバイオリン弾きの公演があった時に、はいはい、市村さんにはお声掛けさせていただいていたんです。
ところがですね、ちょっとあの間近になって声かけたものなので、ちょっとお稽古忙しいってことで、スケジュールの都合でね、はいはい、うん、またいつかっていう形になっておりますね、うん、はい、でもね、この先もね、あのいろんなね素敵なゲスト、ね、はい、お呼びしますので、ね、ミッキーさん、そんでラジオ川越お聞きの皆様、楽しみにしててください、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ゲストのローチさんの話まだまだ、はい、はい、聞きますね。ぐさぐさいきますよ、はい、ぐさぐさ。今日ね、あの2曲今のところかけていただいたんですけど、はいはい、私あんまり、ね、ライブで聞いたことがない曲が多くて、あー、そうかもしれないですね。ちょっとテイストが変わった、いつものと違う感じが。そうですね、川越のあそこだとやっぱり結構柔らかい曲が多いような気がしますかね。あ、ええ、あ、やっぱりお店によってセットリスト変えますか。なかなか。そうですね。そうですよね、ええ、あとお相手の方とか。そうですね。なかなかね、ちょっと面白いし、歌詞も結構、あ、こういう歌詞を書くんだっていうね。うん、そうだね、うん、いや、本当の初めて聞く曲ばっかりですもんね、うん、あのそれはそれは。そう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 、いつもね泣かせる曲で最後来るんですけど、ね、もう皆さんね、ローチさんのファンはもう分かってると思いますし、ラジカはこのナックルヘッドのハッピーマンで聴いてくださっている方はローチさんの曲ね何回か流してますので、そうですね、うん、はい、個人的にすごく大好きな。ありがとうございます、うん、はい、ね、そんな感じなんですけれども、はい、そしてですね、ロチさん、はい、あの音楽とは全然関係ない話をします、はいはい、あの音楽以外で答えてください。お、打合せにない話よロチさん、はい、あの音楽以外で趣味とかありますか。あ、なるほど、はい、最近はですね、本当はあのお城巡りが好きなんですよ。お城巡り、はいはい、で結構回ったんですけど、はい、でも近場は全部行ってしまって、でもこのご時世なかなか遠くに行けないじゃないですか、はい、だから今寺社仏閣の方にですね、矛先が変わってですね神社とかお寺さんをちょこちょこ行ってます。あ、あのなるほどね、知ってる人は知ってますね、きっとあのブログに書いてますよね。そうですね、はい、読んでます、うん、ご報告させていただきます。そうですね、はい、最近結構お気に入りの場所っていうか、そういう神社仏閣。そうですね、どこがいいかな、護国寺とかすごい良かったですね。あ、護国寺ですね、あそこはいいですね。俺護国寺行ったことないかもしれない、うん、近いのに。あのね、うん、プライベートで護国寺近くは行ったことあるんだけど護国寺には行ったことないかもしれない。他にもありますか。他にはですね、赤坂の氷川神社とかも良かったですね。あ、行ったことない。赤坂の氷川神社って、赤坂のどの辺ですか。どの辺、もうど真ん中って感じですか、あのビールの。いや、あの赤坂見附の駅、赤坂の駅よりもうちょっとこう、なんていうんだあれは、住宅街寄りというか、はいはい、ちょっとひっそりとあるんですよ。それ知らないですね。すごい良かったですね。どんな感じなんですか。やっぱ森があってとか。そうそうそうですね。そういう感じですか。そうそうそう。どこに惹かれるんでしょう。なんですかね、やっぱりこう年取ってこんな風になってくると、はい、なかなかこう自分の力ではどうしようもないことが多々起こるじゃないですか、はいはいはい、だから信心深くなったんですかねちょっと待ってください。あれちょっとちょっとツボなんですけど、もう神頼みしかないよこれはみたいな。神頼みするんですか御朱印とかには興味なくて。ああ、俺はあの推しの時にスタンプに手を出してしまって、えらいことになってるんで、はい、もう御朱印には手を出すまいと。なるほど。その保管するのが大変というか、保管というかもう集めなきゃ集めなきゃってなってくると。なるほどね今もう百名城スタンプを集めたくてしょうがないんですよ。もうどのぐらい回れましたかお城は。いや、でもまだ30ぐらいだと思いますよ。いや、30も回ってんすかそう、すげーな。地方に行くと連れてってもらって、はい、なんか鬼平さんとかでも山形城連れてってくれとか。山形城なんてあるんですか。あるんです。あのね、お堀、城残ってるんでしたっけ。いや、
お堀ですね。お堀ですよね、うん、そうお堀はねあるんですよ。あそこでね俺ブラックバス釣り行ったことあるもん。あ、そうです、ね、またそっち行っちゃいますね。川越も川越城ってもちろんね、はい、あの私あの お堀の跡を川越のこう、まあ、歩いてたんですよね、市役所のあたりとかを、はい、したらなんかちょっと名所みたいな看板があって、あ、ありますね、うん、見たらお堀の跡って、ね、感動しました、すごく、うん、あお堀だと思って、ねえ、本当、ね、あれはなんか感動するよね、うん、でもあの川越城って百名名城っていうか入ってますよ、入ってますよね、はい、お城ないんですけどね。まあそうですけどね、うん、あのあの本丸御殿行きました、ちゃんとお金払って、ああの今は美術館になってるとこ、あ、じゃない、いや美術館じゃなくて本丸御殿つって、あ、ないかも、あれは行った方がいいですよ。あ、本当ですか、どの辺にあるんですか。いや、まあ、あの初刈公園の、はい、初刈球場のすぐ近くです。あ、そうなんですね、はい、初刈球場までは足伸ばすんだけどね、うん、あ、じゃあちょっと分かりにくいのかな。いや、うーん、美術館があって初刈球場があったら、はい、もうすぐ隣ですよ、はい、あら、おかしい、全然気づかないで、うん、気づかないね。ああ、そういう、それはぜひ、うん、あのね、ラジオ聞いてる皆さんも行かれたことない方はね、はい、今日の川越散歩でしたって感じなちょっとジングル流れなかったんですけど、いやいやいや、あ、そうなんです ね、うん、あのローチのブログはあのすごい毎回毎回面白くて読むんですけど、はい、ラジオを聞きの皆さん、はい、あのどうやって検索すれば、ブルースマンの猫で検索してもらえれば、はい、ヒットしますか。ヒットすると思います。本当にね、面白いんですよね、うん、その俺も見させてもらってます、うん、あちこちのね、行った時の話とか、はい、その時思ったことみたいなのとかが大体猫かお菓子かライブか、そうですね、まあ、だそれでもね、楽しませてもらえるから俺はいいと思いますよ、うん、ありがとうございます、うん、文章がね、やっぱり面白い、読んでて、お、うん、そう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 、ね、うん、いろんなね、人の結構俺もブログ読んだりするんですよ、はい、うん、あの面白い人のハマりますよ、本当に毎回読んじゃいます、ね、俺ね、あの本当ね、すごいハマっちゃった人はね、第一章からもう遡って全部読んだっていう、ああ、そんなこと言ってた、ね、本当1日かけてね、読んじゃったっていう、うん、ありましたもん、うん、そんぐらいね、ブログって結構、あ、あの、うん、読むとあれちょっと面白いなっていう、そうですね、こう、うん、SNS とはまた違ったなんかこう独立した何かみたいな感じがして、そうですよね、うん、いや俺もね、ああいうブログできるんだったらやりたいな、山子ちゃんには無理だと思いますね、はいはい、はい、まさにあの、じゃあ、はい、ちょっと俺からさ、はい、すいません、はい、ローチさんのね、じゃあ3曲目流したいと思います、はい、曲紹介よろしくお願いします。はい、同じくダストサーティンからトレイジーバスという曲を聴いてください。おかけしたリクエスト曲は著作権の関係でアーカイブでは省略させていただきます。いいね、うん、なんかね、はい、いいねもう言葉が出ないよ、またねちょっと感動しちゃったじゃあですね、あの、うん、ローチさんの今後の活動をちょっとおしゃべりしてください。はい、ですね、今のところ決まってるライブが8月にですね、はい、8月27日に、先ほど名前が出たジェームスさん、はい、市川洋二さんの企画のイベントのライブがありまして、はい、そこにやっぱ先ほどあのアンケートメッセージでも言っていただいた雄三というギタリストと2人で、そこにジェームスさんがプラスされて3人でライブをやります。吉祥寺のブラック&ブルーというところで、あら素敵なライブバーでやりますね、そうですね、はい、他にも出演者はあのザ・クロスオーバーズとか、はい、あとホータさんとか、はい、あと横浜からザ・ウォッカというバンドが来ますので、素敵なメンバーが揃っております。なんかね、ちょっとね、もう一回言うけど羨ましい、ね、まあその他ね、いろいろあると思うので、どういうふうに検索すれば情報を、はい、検索はやっぱ先ほどのブルースマンの猫が一番わかりと思いますね。あ、はい、あそこにあの告知も入ってるってことですね、入ってます、はい、
ね、SNS でもね、 Facebook ではローチっていうページもありますよね。そうですね、うん、はい、ね、あとツイッターもありますね。ツイッターもね、はい、うん、ありますので、はい、ぜひねフォローよろしくお願いしますね。よろしくお願いします。そしてですね、ナックルヘッドさんも一つだいぶ告知があります。はい、なんでちっちゃい子になるの。8月15日、はい、場所はですね、あの鶴ヶ島、埼玉県の鶴ヶ島ですね、鶴ヶ島晴れ、はい、ね、オープンはまだちょっと決まっていませんけど、オープンは4時ぐらいだと思います。ちょっと早めです、ね、うん、日曜日ですので、はい、うん、ちょっと気持ち半分デイライブみたいな感じになります、はい、そしてご一緒させていただくのは、はい、元殿太郎さん率いる ね、はい、あのね CD リリースしましたね、はい、それのレコ発のライブに、ね、ご一緒させていただきます、ツーマンライブになります、ね、バンド名決まったらしいからね。そうです ね、はい、うん、ね、SNS でもね告知させていただきますので、どうぞ詳しい情報は、ね、SNS で見てください。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今日はローチさん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また ね大きなライブとかありましたら、うん、ぜひ告知に来てください。 あ、はい、ありがとうございます、ね、あのまた川越でやるときとかありましたら ね、はい、あのね川越のメンバーね、なんかあの怖い人たちいっぱい連れてねあの遊びに来てください、ね、よろしくお願いします。お願いします。ということで、本日のゲストはシンガーソングライターローチさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ねえまこちゃん、はい、今日はね、はい、いつもと違うローチの曲を聴かせてもらったの、はい、ほとんどね私初めての曲でした。そうだね、俺も初めての曲ね、うん、うん、でもね、3曲目の曲はなんか、うんうんうん、あのいつも聴いてるローチさんっていう感じもしましたね。なるほど、うん、そうだね、うん、でもね、ちょっとね CD ね、うん、あのね、はい、ちょっと待って買っちゃいました。買っちゃいました、ね、あの、はい、家でねしっかり聴きたいと思います、はい、楽しみだね、楽しみだね。はい、じゃあ次週は、次週のゲストはですね、はい、なんとナックルヘッドさんです。ナックルヘッドがあのパーソナリティやってて、はいはい、ナックルヘッドがゲストなの、はい、なんか意味わかんねえんだけど。まあね、今までずっとね、はい、ハッピーマンデーをやってきましたけれども、はい、私たちの話をしたことがないので、はい、うん、ここに来てちょっと1回ぐらいは話してもいいかなっていうね。いや俺話したくないな、俺結構ケチだからさ。じゃあ私一人でやる。あ、そうなの。いや、あの送り迎えだけするね。え、結構でございます。はい、あっという間にお別れの時間になりました。この番組へのメッセージやリクエストはツイッターナックルヘッドのハッピーマンデーエンタメアワー、フェイスブックナックルヘッドまでお寄せください。お待ちしてます。お待ちしております。では来週もまたお会いしましょう。ナックルヘッドのハッピーマンデーエンタメアワー。